あ、ここ市営住宅か。だよな。南区の市営住宅か。どっかだ通りに出りゃいいんや。ですね。小学校か、一通か、向こうの方でないのかな。ここのロック、あ、ここか。エレベーターないのか。惨敗はね、これがありますからね。惨敗ってのは第一配達ですね、あれ郵便用語なんかな。正式に言うと惨敗っていう場合には、団地を配る、何だったっけ、郵便物の場合ですね。小包の場合にはわざわざ惨敗とはつけなかったはずですけど、まあ、そういったわけなんだね。結構高台住宅はなかなか大変ですからね。特に対面ものはね。タワーマンとかはね、まあもう大変は大変ですけど、エレベーターがねもう完備されてるんで、時間はかかるけどな。し、あの高いボックスとかで、ね、コンシェルジュとかも最近はねもうあるところも揃ってますから、やっぱし一番難易度高いのはこういった団地。まあこれぐらいの規模だったらですけど、四日市にあるところだと三重団地、三重団地は512西局だからいいんですけど、笹川ですよね、四日市郵便局の管轄だと。笹川はまあ私は入ったことないですけどね、相当大変そうだなというイメージですね。あ、どうしようか。ちゃんと共産党でしたね。まあ民主党ですからね。支援団体うんぬんじゃなくて、完全に共産党をやってる団体ですからね。そりゃ当然でございます。逆に自民党を出してたらどうしたってなりますからね。この通り歩いてたらとりあえず良さそうだね。車で渡るこのまま名4で四日市ですけどね。いや今から車で運転で四日市だったら名4走るのまあまあしんどいけどな。いや車だったら絶対しんどいわ。福知山からここだろ。まあ言うてこれでも歩くとかで結構道中、まあ特急でね寝やすかったとかもありますけど、だいぶ睡眠してはいますからね。なので案外もうフラフラ歩けねえよっていうようなことではないですね。ただやっぱりなんだろう、電車の中が全体的にマスクしてるしっていうのもあるんでしょう。あと換気を強めてるっていうのもあるんでしょうけど、そこまで冷えてないんですよね。まあ女性の方とかだとね、あんま冷えすぎるの苦手っていう方も多いんでそうなってくるんでしょうけど、私は基本的にはだいぶ部屋の温度を冷たくする人なんで、これはちょっとしんどいなっていう感じのあれでしたね。ちょっとべちょっとした感がありますもんね。で、夜同時刻です。名古屋、笠寺出てきましたね。
ということで、まあ傘で確実に向かってますね。ウェルシャーか。でも考えてみたら結局京都で福知山まで行ってスーパーの天丼食って王将食っただけか。あ、まあでもいっか、京都ですからね、王将は京都発祥ですから、まあまあまあ、うん、ある意味京都名物と言えなくもないのか、で特に問題ないか。なんか行った店舗もそういえば結構新しい建物に入ってる感じだったんで、すげえ新しい店舗なのかなと思いましたけど、案内板とか見てみたらめちゃくちゃレトロなお店あったんで、あの店自体はもう昔からあるんでしょうね。まあ京都ですからね、そりゃそっかと、あ、地味に安いの、地味に安いね、100円。100円、見逃しそうになったけど、よく見てみたら、あ、全然100円じゃない、いいじゃん。いや、言うて歩いて汗かいてますからね。この謎のスポットリンクでしょうかな。あ、シーサーのここか。なるほど、ね、シーサーですね。楽しいさ。あ、口。いやー、いかにも安いぜって感じがありますけど、聞いたことね。あ、神戸恐竜ってだ、なるほどな、激安の電動ですもんね。業務スーパーとかでよく見かけるやつですよね。こんな自販機売ってんだ、いや、ありがたい。ちょっと飲もう。あ、冷たい。ここはね、中華そばロイヤル。うわー、やってたらちょっと見たかったな。横のトルク屋さんもやってないんだな。よし、まあ、中華そば750円いったら別にいいですよね。あ、気になるな。あ、うまそうや。チェック入れときましょう。奥に駐車場があるみたいですね。とりあえず飲んでみましょう。こいつ、スポーツ飲料いいですね。なんだろう、甘みが少なく感じるのは、これが単純にこれが 甘さ控えめっていうよりはあれかな、表にも私が水分消費してたかもしれません。